おはよう。彩香のさ、あのツイッターのさ、あれ音聞こえる？音小さくね？なんか。ちょっと待って、設定し直します。あ。停止です。聞こえる？なんかさ、彩香のさ、あの昔のアイドル風の写真何なの？あとお母さん綺麗じゃね？おい、生活大好き、いらっしゃい。お母さん綺麗じゃない？何？昔のアイドルオタクなの？あ、ベルのマーク、ありがとう。いらっしゃい。ベルのマークは通知かな？通知は入れなくていいよ。はい、パーコいらっしゃい。さくらいらっしゃい。みさきちゃんいらっしゃい。奥田優子っていう昭和のアイドル。ほー。綺麗な人だよね。はい、みんなワード2。おはよう。おはよう。おはよう。みんなおはよう。まあ、まったりやりましょう。なんか、この時間はやっぱ、主婦層が多くなってくるよね。主婦層が多い。おいのいらっしゃい。りょうさんいらっしゃい。ワードリスナーツイッター見てくれてる。あ、見るよ。なんかね、いいねボタンとか押してくれる人は、見る。正直。いいねとか押されるサムネが載るんだよ。それで、あ、この人いつも押してくれてるなっていう感じで、チェックする。ペニゾンさんいらっしゃい。いいねとか押してくれない人は全然見ない。うん。今日も一人で絵を描くの、心の闇を飛ばに乗せて、てか、なんで彩香あの顔、彩香なんであんな変顔なの、ツイッター。なんでこんな顔なの、こんな顔。あれがよくわかんないんだけど。お、のんたおはよう。起きた。え？え、聞こえない。何？本人？うん。あの顔、可愛くねえわ、あれ。魔法使いの女の子、今日も一人で絵を描くの。心の闇
新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、ガチッチさん、フォローありがとう。ありがとう。あの顔、私の好きなニューハーフの配信者が気に入ってくれてる？あ、そうなんだ。てか、ニューハーフの配信者ほんと多いよな。のんたんおはようって。ハートマークありがとうございます。おはよう。うん。なんか昨日、あやか、なんかコメント拾ってたよね、よく。のんたんが。魔法使いの女の子、今日も一人で絵を描くの、心のや、F の音。のんたん見るとふわふわする。いや、俺もね、昨日一緒にさ、のんたんと買い物行くんだけど、なんか隣でね、ずっとなんか言ってんのよ。なんか何言ってるかわかんない、基本的には。もう俺がもうなんか統合失調症みたいになってるから、なんかふわ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 喋ってんのよ、一人で。それがすげえ可愛くてずっと見とれてた。本当に可愛い、のんたんは。喋ってると可愛さが引き立つっていうか、声がすごいいいんだよね、のんたん。この世のものとは思えない可愛さだよ。うん、可愛いおばちゃんだよ、本当に。本当に声作ってるんじゃないかみたいな声してるじゃん。うん、何ブリッコしてんのみたいな声なんだけど、違うんだよね。本当に声質がずっとこうなんだよね。なんか1ヶ月も2ヶ月も一緒にいるとわかるじゃん。うん、作ってるのか作ってないのかっていうの。うん、本当ね、アニメみたいな声してんだよね。アニメのキャラクターみたいだよね。すごい面白いよ。こんな人が世の中に実在するんだっていう。可愛らしい。ツイッターフォローありがとうございます。怒鳴ってても可愛い可愛いってなりそう。警察に連行される時も可愛かったんで。来ないで！来ないで！って言ってたからね。警察に、はーいって。はーい。メンヘラのお姉さんダメだよーつって引っ張られてた。やめてー！やめてー！つって。うん、どっから声出てんだろうね。うん、いい人と巡り合ったね。そうだね。うん、なぜ巡り合うのかをね。めっちゃ可愛いじゃん。いっと。僕の宝物ですよ。よいしょ。なぜ巡り合うのかを、私たちは。わかんねえな。何も知らない。コードが難しかった。うん、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二
二つの物語、縦の糸はあなた。横の糸は私。折り難しいなこれ。なすぬのは、あ、無理だわこれ。和道さん声綺麗ですね。タバコ吸うのがもったいない。いや俺はあのミシェルガンエレファントってわか、ミシェルガンエレファントじゃなくてミシェルガンエレファントの千葉さんかな。サタニックブンブンヘッドみたいな。サタニックブンわかる？超下がれ声、かっこいい声が好きだったの。暗闇の中に生きてきたみたいな意外な声ああいう声に憧れる。賽銭箱に100円玉投げたら釣り線出てくる人生がいいと。ああ幸せのトンボよどこへ、お前はどこへ飛んでゆく。あんまり自分の声は好きじゃないですね。小田和正とか普通に出るからね、キーが。あー、桜さん行ってらっしゃい。何から伝えればいいのかわからないまま時は流れて、浮かんでは消えてゆく、ありふれた言葉だけ。あの日あの時、違うな、もっと高いよね。あれ、あの日あの時あの場所で君に会えなかったら、うん、あと牧原の声もよく似てるって言われるね。僕の背中は自分が思うより正直かい、誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。ああ似てるだろう。ああハイトーンボイス出るようになる。あの違う違う、ハイトーンボイス出るのよ。出るんだけど俺一軒家なの、アパートなの。声を絞りながらハイトーン出すの難しいの。パーコわかるでしょ。これ家の中だから声張れないだけよ。モノマネ芸人で。せい、パーコ先生、ありがとう。なんか、声質を真似るのとかが得意なんだよ。山崎正義とかやってみる？ため息だけが、みたいなさ。わかる？雰囲気があるじゃん、そう。うまく君の名を、みたいな。あるじゃん。呼べないよ、みたいな。わかる？特徴を捉えるのが好きなんだよ、その人の。モノマネだよね、だから。似てるっしょ。まあ、モノマネ、だから歌が上手くなりたいとかじゃなくて、ちょっと小馬鹿にしてるんだよ。そうそう。わかるでしょ。悪意が込められてるでしょ。ほう、頑張ってみても、やれるだけ、頑張ってみ、おはよう、またおまわりさん来ちゃう。
セロリ歌ってるだけだって突っ張るからまた。うん。菅氏顔とかもできそうだよね。あれから僕たち、僕たちは。ちょっと待って、夜空の向こう弾けるかな？コード簡単かな？やってみようぜ。よーそらよし。だからね、悪意を込めればいいんだよ。壊れたなタイプみたいな。なんかいく、あー、夜空の向こうってキー難しいんだね。あ、キーじゃなくてコード難しいんだね。うん、難しかった。指が届かないやつ。僕らは位置についてみたいな。声張れやっていう。徳永はよく歌うね。レイニーブルーとかね。徳永カバーの曲とかよく歌うよ。なんだっけ、徳永カバーしてんの、なんだっけ。例えば誰かのためじゃなく、あなたのために伝えたいこの歌をみたいな。 If you have a change of mind、 そばにいて欲しいよ Tonight みたいな歌い方ね。わかる。徳永のあの歌い方ね。なんだっけ、ハード。人影も見えない午前0時、電話ボックスの外は雨。なんかね、キーの低い音を出すときに低い音を出さないでふーって出すんだよね。かけ慣れたダイヤル回しかけて、ふと足を止める。なんだっけ。レイニーブルーも終わってはずなのにみたいな。わかる。あの頃の優しさに包まれてた思い出が。よく見てるっていうか、なんか、うん、下の音出したくなるんだけど。そうだね。ギター全然弾いてないよね。流れてく小町にみたいな。なんかね、ハイトーンの、なんつうの、上の音だけで出すんだよね。逆にできないのが、あのミスチルの桜井さんみたいな、あの下の音とミックスボイスって言うんだけど、あれが出せない。下の音と上の音を同時に出すっていう音がある。周波数帯を、うん、そこそこ上手いから叩きがいらない、うん、そうそう。俺はでもフォークシンガーとかだと斉藤和義とかが好きかな。旗本博って知ってる？旗本博もすげえ最近ハマってる、うん、いいよね。あとビギンとか好きだね。恋しくて泣き出した日々なども忘れたの、今更は戻れないみたいなさ、あの抑揚、うん、楽しかった。今から仕事行ってらっしゃい。そういうことで大好きちゃん頑張ってね。教科書に書いてあることだけじゃわからない、大切なことがきっと古いアルバムめくり、ありがとうお手つぶやいた。じゃあ何時から？え、バザー何時から？バザー、バザー、あ、バザーは何時からだっけ。
あ、そうそう、明日、新宿駅でバザーやってるんで、よかったら来てください。9時か10時、10時かな ?10 時からやってるよ。10時。何時まで?多分夕方ぐらいまでやってる。俺は、多分、3時ぐらいまでいると思う。うん。ビギンの白い魚と青い魚。あ、ありがとうございます。初見さんいらっしゃい。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔。目覚ましが鳴ってる。目覚ましが鳴ってる。あ、やべ、ファイルがぐしゃってる。まあ、俺クラスになると目覚ましレッドホットチリペッパーズだから、スーパースターだから。小太郎さんいらっしゃい。後ろの人彼女です。かっこいいだろ。俺クラスの配信者になるとレッチリで目覚めるから。行きたいけど遠い。新宿駅でバザーやってるんで、もし買いたい人は来てください。買わない人は来なくて結構です。だからね、声が高いから結構ね、何売るの、カレンダーとバッグと布製品のバッグとか名刺入れとか小物品と、なんかその障害者のバザーがあるんですよ。あ、金玉かゆいですか。あ、どうも。やっぱり金玉かゆいですね。おはようございます。新しいフォロワーさん紹介します。おめでとうございます。900人目のフォロワーさん、サチさん、フォローありがとう。900人目です。Thank you! 夢でもし会えたら素敵なことね。あなたに会えるまで。やっぱ金玉買えるね。朝からテンションおかしいな。おめでとう。なんだろう。逆に来ない、出ない声質とかもあるんだけど、高い歌の方が歌いやすいね。ツイッターもフォローさせてもらいました。ありがとうね。ツイッターもフォローありがとう。あと、Facebook やってたら、Facebook もフォロワー募集してるんで、もしよかったら、Facebook も登録してください。Facebook はね、フォローバックしてますんで、もしよかったら僕の Facebook を登録してください。Facebook やってる?みんな。Facebook 今 URL 貼るね。これが僕の Facebook です。はい、どうも、Facebook。ミックスボイス難しいよね。ミックスボイス出したいけどね。スタンドバイミーは俺よく歌うよ。で、カラオケでよく歌うね。When the night has come, ダラタンタタン、ダラタン、With the only light we'll see, No I won't be afraid. No, I won't shed a tear. あと、Fly Me to the Moon とかも好きだよ。In the world, hold my hand. In the world, darling, kiss me. And my heart will soon, and let me see.
forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, bless me through. In other words, I love you.警察来るな、これはい、島津くん、またうるさいよって、うん、Fly Me to the Moon、いい曲だよね。ありがとうございます。でもね、昔からね、仕事前でこのテンションすごいよね。昔からね、声が高いのはすごいコンプレックスだったね、うん、でも、学校の歌の先生に言われたのは、キー無理やり出してるだけで本当の声質は低い歌を歌った方がいいよって言われた。テノールの音が島津くんはすごくいいって言われた。だからね、ハイトーンのキー出るんだけど、テナーとかやらされたね。だからあれだもんね、なんだっけ、ディズニーの歌とか歌うと結構ハマるよ。ディズニーの歌。ミュージカル系の声が結構通りやすいっていうか、はっきり発音して、なんて言うんだろう。わかる？ミュージカルっぽい曲って。アラジンとかさ、アホーニューワールドとか知ってる？あ、Facebook ありがとうございます。Facebook 申請ありがとう。アラジン一緒に歌おうか。アラジン歌ってみようか。ちょっと待って、歌詞出してみるわ。アラジン歌っていいですか？アラジン、歌詞。童謡とか、ああ、はじめちとせとか好きだったね。ああいうなんか曲好きだね。歌う？一緒に。いいよ。見せてあげよう輝く世界、プリンセスほら、なんだっけ、プリンセス自由の花をほら。次、こんなパートじゃなかったっけ。目を開いてこの広い世界を魔法の、絨毯くに身を任せ、大空雲は美しく、誰も僕ら引き止め、縛りはしない、大空、大空、歌詞が、うん、大空、歌詞が、メロディ、大空、大空、目はかすむけれど、ときめく胸、初めてあなた見せてくれたの。今度一緒に歌おうか、カラオケで。別にさらっと歌えるよ。であ、やばい。日本語のやつわかんないんです。あ、ヤコです。あ、やばい。あ、見せてあげよう。輝く世界。うん、うなちゃんまんで歌ってみる？じゃあ今度。うん。ああ。
見せてあげよう。ちょっと照れるな、おい。輝く。お、ダメだわ。あ、エリちゃんおはよう。おはようございます。ありがとうございます。稲子は何？稲子はブ？何稲子はブって。なんか汚い、うん、よいしょ、おはようございますおはようございます。あ、似てた、ありがとう。あ、A さん、ありがとうございます。よし、おはようございます。あと、前から言ってるけど、そう、この枠捨てようか、じゃこの枠、ちょっと BGM 流しとか。じゃあ、三輪明宏で、ちょっと、コメント拾ってみようかな。ちょっと待って。たくみさんに怒られるんだけどね。ちょっと待ってね。できるかな。あのね、三輪明宏やるときね、その日の第一声目で大体わかる。できるかできないか。じゃないえ、見えず、いらっしゃい。ちょっと音でかいわね。ちょっと待ってて、音響さん。もう少しボリューム絞ってもらえるかしら。ありがとう。そうね。昔は本当にやめようぜやめようぜ、はい、びっくりした。ああ、彼女です。のんたんです。おはよう、みんなおはよう。のんたん、これここに挟んでいて、あのね、ここにね、挟む癖つけた方がいい。こことここの間あるでしょ、うん、ここにこうやって挟んでおくとなくならないから。ギタリストはだいたいここに挟む。はーい、うん、片付け、お片付けして、なんかくっついてる、うん、のんたん彫刻みたい、うん、みんなのんたん好きだね。みんながのんたんおはようだって。おはよう、おはよう、オワコン、うるせえわ、うん、おはように紛れて オワコンとか言うな。朝からやかましいわ。よいしょ、ギター弾いてたんだよ。ギター散々弾いたわ。Facebook 登録ありがとう。アザース。Facebook 申請ありがとうございます。いや、のんたん帰ってきたつうか、まあ、結構ずっと前からいるよ。うん、仕事は、10時半から。だからまだ先。うん、Facebook、こちらこそ。うん、友達申請したからよろしく。お前なんでニコ生引退したんだ。だってつまんないんだもん。ニコ生やってても面白くなかったんだもん。フワッチやってた方がいいじゃん。うん。何の仕事？うん、障害者の施設。うん。A 型作業所。A 型作業所です。ああ、声質的にはエレファントカシマシとかすげえ憧れる。あれはかっこいいね。
エレカスとかかっこよくない？肩は良くなったね。大丈夫。ノンタン家でお留守番？いや、ノンタンここ住んでないよ、別に。俺が仕事行ったらもういなくなる。いつも。うん。あの、自分の家あるから、ノンタンは。うん。かそってるぞ。大丈夫か？お前じゃあ50人集めてみろよ。おい！誰だよ、お前かそってるっつったのよ、おい！お前よ、じゃあ50人集めてみろよ、おい！バカ野郎、おい！朝9時によ、なあ、ゲルゲ。金梅釈放された？あ、そうなんだ。よかった、よかった。うん。よかった、よかった。一緒に暮らしてないよ。家が近くなの。うん。だからよく遊びに来んのよ。あとよく遊びに来るっていうか、ほぼ毎日来るね。窓さん、ハートの花火の件で質問あるけど聞いていい？あ、いいよ。なになに？どうした？俺で答えられることがあったら。うん。何でも聞いて。似てない似てないとか言って。お前ブロックすんぞ。あんま調子乗ってっと。なあ、だからよ、もうふざけんなよ。珍味団がよ、うなちゃんマンが引退して被害被ってんの俺らなんだよ。珍味団のクソみてえなリスナーが溢れてんだよ、今見るもんなくてよ。回収しろよ。けじめつけろよ、ちゃんと。引退すんのは構わねえけどよ、おめえのゴミみてえなリスナーが溢れ返ってんだよ。佐野、聞いてるか、佐野。おめえのゴミリスナーどうにかしろよ。運営より効果の高いハード2つ2個もらえます。効果って何？お前、珍味だろうが、ふざけんなよ、ゴミクズ佐野とか言ってよ。お前よ、こんなサムネつけて俺珍味じゃねえわとか、お前嘘つくな。お前珍味だわ。あのね、効果が高いっていうのは、あの、広告ポイントがあるの。例えば、デイリーランキングを見てもらうとわかるんだけど、あの、デイリーランキング見てみて、で、デイリーランキングのここがポイントなのよ。これ。あの、みんなさ、これって単純にお金の数だと思ってるけど、これお金じゃないのね、実は。これポイントの数なの。だから、このポイントの反映される数字が大きくなるっていう感じ。これ大体ね、16万って書いてあるけど、実際もらってるお金っていうのは13万ぐらいなの。うん。そういう感じ。金出して買う感じだよ。そう。だから、これよりも少なくなるの、手取りは。必ず。だから6万円これもらってるわけじゃなくて、だいたい5万円ぐらいしかもらってない。だから、この人おすすめですよってデイリーランキング上にする場合は、花火よりもハートの花火の方が効果が高いってことね。そんな感じです。おすすめに乗りやすくなるって感じ。じゃあな、ハゲ頑張るよ。ああ！最後に言わせろ。来てくれてありがとうな。頑張るよ！ありがとう。じゃあね。うん。そんな感じですね。リスワンにも関係はする。うん。リスワンにも関係、死ねじゃねえわ。お前もな。お前も死ねえな。うん。じゃあな。もう来んなよ。もう二度と来んなよ。うん、ハゲバーザスハゲ。うるせえわ。やかましいわ。朝からやかましいわ。リスワンは純粋なリスナーの数で競う感じなんだよね。リスナーはだからポイントじゃなくて人数で競うの。うん。だからさっき2000人来てたの。さっき2000人来てたんだけど、あの数字1400って書いてあるでしょ。あ、リスワン狙うときは花火はバンバン上げないとダメ。だから、これ被ってるリスナーが600人近くいるってことなのよ。2000人アクティブ、2000人の累計来場があって、1400人しかいなくて、残りの600人っていうのはブラウザバックして戻ってきた数が600人ってこと。だから、あの、リスワン狙うときは新規リスナーっていうか、その日の新規リスナーをガンガン集めないといけないの。さっき2000人だったでしょ？累計来場。でも1458じゃん。だから、何回も出たり入ったりしてもカウントに入りませんよっていうことね。1日1回カウント。うん。リスワンいつ狙おうかな。俺が取ろうかなって狙ってるのは10日だね。10日は攻めようかなと思ってる。うん。またテレビの日だ。うん。それってどうやって運営が支払われてるの？
運営から？それってどうやって？例えば1000円で花火を買うじゃん、みんなは。で、花火をアイテムを使うと1000円使うってことになるじゃん。そしたら俺に500円入るっていう仕組み。うん、だから、売り上げの半分を配信者に配ってるって感じかな。それが多分一番わかりやすいと思う。だから風船1個が1円で購入できるから、0.5 円俺に入るって感じ。振り込みじゃなくて、まあ振り込みもあるんだけど、例えば、今俺が持ってるポイント見せた方が早いな。ちょっと待ってね。例えば俺が今持ってるポイント、21万円持ってるでしょ？見える？ 21 万持ってたら交換っていうボタンを押すの。そしたら、アマギフとか iTune カードとか、PEX っていう、そのネット、なんだ、ね、ポイント、なんかインターネットで買い物できる PEX っていうやつ。この3つか、もしくは銀行振込を選べるって感じだね。うん、あ、チャンマン絶対戻ってくる。いつになるかはわかんないけど、絶対戻ってくるね。だから、まあ、長くなるか短くなるかだね。そうそうそう。だから、天岐阜で買い物に使ってもいいし、iTunes カードにして、なんか、iTunes で買えるもの買ってもいいし、銀行振込でお金でもいいですよ、みたいな。これ、厳密に言うのはこの4つだね。で、延長チケットって自動延長やってるけど、これもお金払ってんだよ。俺が買ってるんだよ、これ。だから好きな配信者がいたら花火とか打ち上げてあげると、最初の頃はお金にはなんないけど延長はできるようになるっていう、そういう仕組みだね。あの、一回延長するのに50円かかるの。50ポイントって書いてあるでしょ。だから好きな配信者で過疎の子いたら花火してあげると。最初の頃はこれお金にするんじゃなくて、延長チケットこれで買って頑張ってねっていう。だいたい俺1ヶ月で1万円分ぐらいは延長チケット買ってるからね。うん、まあね、わりかし花火もらえる方だと思うから、あの延長チケットに困ることはないけど。闇将軍とかだから延長あんましないでしょ。それはケチってるんだよ。お金に変えたくて。3万円からしかお金に変えらんないから。うん。いい仕組みだよね。うん、ツイキャスは延長を4時間まで無料でできるけどね。そういう仕組み。うん、だからお金が高い。例えば、風船とかだとポイントが低いの。要はおすすめポイントみたいなのが低いのよ。お金は半分もらえるんだけど、おすすめポイントは高いアイテムほど効果がでかい。税金払ってない人いっぱいいるだろうね。いっぱいいると思うよ。俺は、あの、個人事業をちゃんと登録してるから、あの、びっくりするだろうけど、意外とかっちりやってるんですよ。ほら。個人事業開業届。個人事業開業届で、ほら。インターネットサービス、始末坂道って書いてあるでしょ。ちゃんと個人事業登録してますよ。おい、ゼリーはだつよ、おはよう。仕事行くまでだけど、楽しんでってね。ちゃんと毎年確定申告やってますよ。インターネットタレントだね。インターネットタレント。偉いっていうか、まあ当たり前だよね。当たり前でしょ。逆に、やるのが普通だから、これは。胸張ってね、仕事だって言い張ってるんだったら、やることやんないと。うん、でもあれだよ。あの、去年なんか全然稼げてないから、ネットで稼いだの60万ぐらいだから、税金は払ってないよ。免除だよ。ぶっちゃけな話を言うと。多分、今年の売り上げだから、来年の年末、再来年か、再来年の年末は結構、行くんじゃないかなと思ってるけど。300万ぐらいは行きそうだなと思ってる。うん。まあ、300万稼げたらね、まあ、一発じゃない。頑張ります。のんたん、はい、今日さ、夜どうすんの？あれだったら帰り一緒にご飯食べない？
帰る今日は、うん、今日帰るか。じゃあいいや、晩ご飯自分の家で食うわ俺。それで調整するわ。あ、明日さ、じゃあリアとつるんだったらさ、夕方リアとしてカレー屋さん行かない一緒に、うん、そうしようか、うん、じゃあ仕事終わる時間帯に来てよ。はーい、うん、メールするから。はーい、いいよ。じゃあ今日はあの外配信やっちゃうね俺。はーい、はい。職場そんな遠くないね。うん。9時45分。うん、まあ、そろそろ準備しないとな。45分に家出れば間に合うから。余裕で。あ、間違えた。そんな遠くないよ。うん、てかね、東京って狭いから、あの、電車でどこでも行けちゃうんだよね。うん、本当にスモールな街ですよ。東京は。本当にスモールですよ。リアドツとかオフ会とかしないんですか？やるよ、全然。ただね、のんたんがね、あの、リアドツとかオフ会とかするどころか、これ本当の話で、付き合いある生主とかに、放送に行って挨拶するだけでも怒り狂うんだよ。浮気だ！わらおさん浮気だ！つって1時間ぐらいもう大変なことになるから、もう、あの、俺本当に配信者見なくなったもん、女の人の。のんたんが、あれだよ、あ、安心して、あ、この人浮気しないんだっていう風になったら、なんかみんなで集まるオフ会とかやったら面白い。うん。まあ今はね、なんかのんたんあんまり心配させたくないから。うん。そうそう。だから、あんまりやらないように、女の人とピンで会うことはないね、とりあえず。うん。いや、のんたん参加するよ、全然。うん。ノンタは参加する。だから、もう、女の人と、なんかこう、女の人と会うイコール、ノンタの企画しないと。お前もう来ねえって言ってたじゃないかよ。まだいんのかよ。男限定オフ会ね。うん。もう、すごい、あの、大好きだから、ノンタは。俺のこと。うるせえ女だな、じゃねえよ。おめえまだ見てんのかよ。お前マジでブロック入れるぞ、お前。うん、ああ首痛い。うん、断層して参加する。いや別にのんたんがこの人は大丈夫っていう人だったら大丈夫だけどね。うん、のんたんの中でこの人はいい人、この人は悪い人ってあるんだよ。ねえ、のんたん。そうです。うん。ちなみに、この中で、女の人でも信頼できるリスナーさんって誰がいる？わかんない。わかんない。お前な、俺お前のことニコ生時代から見てんぞ。はい、ブロックでーす。はい、さようなら。フォローしてない人はいらないです。はい、ブロックです。いりません。そういうね、不可視いらないから。うん。フォローしてから発言しなさい、そういうのは。うん。うん。でも全然ね、俺は浮気するつもりも全然ないし、男も女も関係なくね、ワイ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 、楽しいのが好きだから。うん。ていうか逆に、あの、リスナーさん同士でくっついたりとかも面白いなとか思ってるからさ、なんか、彼氏いない子とかいたら、ね、繋げたいけどね。
うん、俺なんか初配信から見てる気がする。気がするだけでしょ、うん、気がするだけだよそれ。絶対そんなことないよ。女性リスナーのコメントはノンタン嫌なの？どうなんだろうね。いや、どうなんだろうね。いや、わかんないけど。いや、そんなこと言ったらコメントなくなっちゃうからね。うん、なんか色恋使ってくるっていうか、色目を使ってくるのがすごい嫌がるみたいな。うん。なんか和藤さんかっこいいってコメントとかもう、もうなんか一日引きずってるね。あの子と浮気してるでしょ。和藤さん。和藤さん。あの子と浮気してますねってずっと言ってるね。ここ僕んちだぞって。色目は私は違うから、それは伝わってると思うよ。うん。ていうかあれでしょ？エリちゃん多分香川さんから来てるでしょ？うん。ほら、のんたん香川さん大好きだから、香川さんのところをずーっといるから、古いから。だから多分香川さんのところで見たことあるみたいなこと言ってたよ。違うのかな？うん。多分香川のリスナーじゃんとか言ってたけど。うん、私はのんたんに色目を使ってる。あ、俺はね、レズビアン肯定派だから。そう。男の浮気とか許せないけど、女の浮気はありだから。私も色目ないね、おばちゃんだし。うん。そうそう。うん、おはよう、メリクリー。おはようございます。まあだから、のんたんのお許しが出てからだね。オフ会は。もう、お許しが出て、男は全然言われないから、男はいくら溜まっても大丈夫なんだけど。とりあえず、おばさんだろうが、ブスだろうが関係ないから。うん。女っていうだけ。チンコがついてなかったら、のんたんからしたらね、審査対象だから。うん。うん。一緒に動物園行きたい。あ、そういうの本気で嫌われるからやめた方がいいよ。結構冗談でもそういうの本当に根に持つタイプだからやめた方がいいよ。ゲイはオッケーなのか？俺が断るわ、そんな。俺がお断りだわ。ていうか多分若干今怒ってる気がする。のんたん。怒ってるわ。おいで。怒ってるでしょ。怒ってないよ。声が違うもん。大丈夫？うん。まあ元気ないじゃん。うん。あ、のんたんとっていうこと？それちゃんと言ってね。うん。ちゃんと言ってね。のんたん一日貸してって。じゃあ日本語おかしいじゃん。のんたんに俺のこと一日貸してに見えるじゃん。のんたんのこと貸してだって。のんたんと一緒に動物園行きたいんだって。あ、怒ってるわこれ。ワドアナル大好きじゃん。俺大好きだよ、アナル。私はノンタンに会って話してみたい。まあ全然、ノンタンに連絡してみ。うん。全然。え、ちょっと待って。え、何？外出ないから見えない。うん。ノンタンと一緒に全然行って行って。うん。全然行って。うん。のんたん本当に友達いないから困ってるんだよ。外出んの超嫌がるから。あ、俺の闇っちが放送始まった。闇っちの今日の一コメント目が面白い。今日もお前のこと監視してやるからな。やべえな。今日も監視してやるって。闇っちが放送始まった。じゃあ、闇っちにつなぐか。じゃあ、皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。あと5分で放送終了します。僕のバトンは闇っちに引き継ぐので、僕の放送終わったら闇っちのところ行ってください。闇将軍のこと、可愛がってあげてください。うん。あと5分で終わりにするよ。うん。あん、頑張るよ。ありがとう。
ありがとう。フォローたくさんありがとうね。フォローしてくれた人ありがとう。はい、お疲れ。うん。まだ5分あるけどね。まだ5分ある。闇もなんとか好きじゃないから YouTube で見てく。闇なんとかね。闇なんとかはいいよ。闇なんとかはあれ性格クズだから。うん。闇なんとかはもうダメ。オワコンだから。のんたもお疲れ様だって。あ、のんた見てんのか今コメント。うん。のんた前髪短くしたのすごい可愛いよ。もっと短くすれば、もっとつうか揃えれば、俺やってあげようか。いや、ダメダメ。それね、だってもっとやった方が可愛いよ。やった。うん。俺髪切んのうまいよ。お、花火。やめはやめとく。別のとこ行く。エリちゃんありがとう。花火ありがとう。やみ将軍ほんと嫌われてるよな。うん。やみ将軍なんであんな嫌われてんだろう。生理的に無理なのかな。今日ね、仕事の帰りに外配信やろうと思ってるんで、よかったら来てください。どっか行きましょう。今日はふわっちで外配信やる予定です。話が面白くない。絶望的につまんないよね。結構マジな話すると絶望的に面白くないと思ってる。で、本人は面白いと思ってるからね。なんで闇将軍俺のことライバル視してんだろうね。はっきり言うよ。闇将軍見てるか？はっきり言っとくぞ。お前格下だからね。お前俺の2個下ぐらいだから。配信レベルで言ったら。俺のことライバル視するのやめろ。あと川崎洋平とサノッチ、特にサノッチ、お前もレベル下だから俺の話題出すな、うん、これは前々から言いたかったんだよね。闇将軍とサノッチは許せねえよマジで、うん、マジで許せねえ。あいつらに評論されるのマジで腹立ってるから。言っとくけど闇将軍とかサノッチとか眼中に入れたことねえわ俺。クソつまんねえよ、うん、本当に嫌い、うん。まあ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 。首を狙われる立場になったんですよ。後輩たちに首を狙われる立場になりましたからね。首取られないように頑張ります。うん、将軍様に謝れよ。闇なんとか。闇なんとかもうどうしようもねえかんな、本当に。じいさんの話と、田中角栄の話だからね。全然面白くないな、うん。じゃあ今日フォローしてくれた人で、読み上げて終わりにします。サチさんフォローありがとう。ガチッチさんフォローありがとう。フジコフォローありがとう。ミッチフォローありがとう。ナゴミさんフォローありがとう。アヤコフォローありがとう。ドナセクフォローありがとう。ファンツァフォーフォローありがとう。ユーラさんフォローありがとう。キャロリーナスカイラインさんフォローありがとう。ディナーさんフォローありがとう。ニックンさんフォローありがとう。ナオさんフォローありがとう。ユキさんフォローありがとう。ファインさんフォローありがとう。ミドリママさんフォローありがとう。マサヤンさんフォローありがとう。西岡オカメさんフォローありがとう。ミクさんフォローありがとう。以上です。じゃあ、また今日夕方会いましょう。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。